風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。見つけたぞ。よかった。その様子だとズーグルには遭遇してねえみたいだな。誰ですか、あなた。僕、ダナと話すつもりはありません。あなたを探しに来たのよ。ここは危険だから私たちが家まで送るわ。場所はファガン遺跡で合ってるかしら。確かに僕の住まいはそこですが、まだ帰るつもりはないですよ。おいおい、話聞いてなかったのかよ。ここはズーグルも出るから危険なんだよ。ズーグルなんて精霊術が使える僕にとっては怖いものじゃないですよ。バカだと。ちょ、おい待てよ。えっ、くそ、言っちまった。それにしてもなんて生意気なやつだ。誰だよ、怯えて泣いてるなんて言ったのは。誰って、それはあなただったと思うけれど。でもこのまま放っておくわけにはいかないわね。仕方ねえ、追いかけるか。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。
ごく綺麗な花だけど、やっぱり踏み荒らされちゃってたみたいだね。だが元気な花も少しはあるぞ。なるほどな、これが幸せになる花か。勉強になったよ。実物が見られてよかったね。荒らしてたズーグルは倒したから、きっとこれからたくさん育つよ。そうだな、婚礼の儀で使いたいという人がいればここで積んでいけるようになるかもしれない。そうなるまでには少し時間がかかるかもしれないけどな。どうしたリム？なんだか少し寂しくなってきちゃって。寂しい？どうしてだ？ちょっと想像しちゃったんだ、アルフェンが婚礼の儀をするときのこと。私の大事な友達だったりして。あ、ただの想像だよ。もしそうなったら、私の大好きな二人が一緒の未来を過ごすのはすごく嬉しいなって。嬉しいんだけど、一番大好きな友達を取られちゃうみたいな気持ちも。リンウェル、アルフェン、もしそうなったらね、私の友達のこと絶対にずっと大事にしてほしい。ダメだ、ただの想像なのに泣きそうになっちゃう。リンウェル、俺が将来どうなるかはまだ何も決まってないから、その想像はしまっておいてほしいんだが、でもリンウェルはその友達と最高の友達なんだな。きっとその友達が今の言葉を聞いたら嬉しいんじゃないかと思う。ありがとうリンウェル。うん、ごめんね、想像の話なんかに付き合わせて。いや、いいんだ。そういえばもう一つ考えてたことがあるんだ。ブーケを投げると一人しか受け取れないでしょ。あれって不公平だよね。なんとかできないかな。例えば花を一本ずつ配るとか。あれはブーケ投げを楽しむものじゃないのか。配ると投げられなくなってつまらなくならないかな。そっか、なんとかできないかな。どう思う？フルル、フルルル。ちょっとフルルと相談してみるね。何かいい解決策を思いついたら、それも婚礼の儀と一緒に流行るかも。フル、うん。フルル、さっき言ってたブーケについての相談、今からしよっか。楽しそうね。何の相談かしら。シオン、ごめん、ただ遊んでただけなんだ。そう？僕は帰らないって言いましたよね。だったら
せめてこんなところに来た理由を教えてくれないかしら。仕方ない、教えてあげますよ。じゃないとモスガルまでついてこられそうなので。お前モスガルに行きたいのか？それなら大人たちと一緒の方が安全じゃねえか？それじゃ意味ないんです。僕が頼れる総帥だって配下たちに教えてやらないと。はあ、総帥なんだそれ。親分みたいな意味よね。いや言葉の意味はわかるけどよ、一応、聞いて驚くがいい。僕はある組織の総帥で、モスガルに配下たちが大勢いるんだ。けど今はモスガルに入れないらしくて、配下たちに会えないんだ。入れないと知っているのに、なぜモスガルに向かっているの？この辺りには強力なズーグルもいて、子供の遊びの組織ごっこでうろつける場所じゃないのよ。遊びじゃありません。僕はモスガルにいる配下たちに今も強い総帥が健在だって示す必要があるんです。組織の秩序を保つためにね。ですから一人でモスガル近くの強いズーグルを倒そうと考えています。まあそうすりゃ噂が子分たちの耳に入るだろうって考えか。なんでその組織ってのはどんな活動してんだ？そんなことバカなあなたには教えません。もう話は終わりです。それじゃあ。なんだよ、こっちが話に乗ってやってんのに。それにバカって言うやつがバカだぞ、バーカ。子供相手に喧嘩しないでちょうだい。それよりあの子また一人で行ってしまったわ。たく仕方ねえな。今度は逃げられないようにとっ捕まえるか。仕方ない、組織の下っ端に迎えてあげてもいいです。
だから組織ってなんだよ。まあいいや。なあ、それよりこれで危険だってことは分かっただろ。言われなくても分かってましたよ。僕だけじゃ危険だったってことくらい。けど僕の友達はみんなモスガルに収容されているんです。そうだって聞いてます。レネギスにいた頃は毎日楽しかったです。みんなで組織を結成して僕が総帥になって。なんだよ、ただ友達に会いたいってのが本音か。だったら初めから素直にそう言えよな。気持ちはわかるけれど、あなたが危ない目に遭ってその噂が友達の耳に入ったらどうなるかしら。きっとみんな心配するわね。あなたに会おうとして今度は友達が危険な目に遭うかもしれないわ。そんなけどお前、一人でここまで来るなんて大した根性だな。生意気だけどお前は骨のあるやつだ。その根性があって頑張ってりゃ近いうちに子分らとも会えると思うぜ。本当？ああ。けどな、自分が親分のままでいたいなら、ただ強くなるってだけじゃ足りねえんだ。まず、頭が良くないとな。モスガルに入る方法がねえなら考えてみろ。何かしらあるはずだ。それに、相手がダナかレナかで態度を変えるのは古い考え方だぜ。これからは、そんなんじゃダメだ。でも、僕の周りの大人はみんな…大人が全部正しいと思うなら、なぜファガン遺跡から出た？お前はお前の考えでここにいるんだろ？いいか？バカな親分についてれば子分も不幸になる。そうならないためにやることは山ほどあるはずだぜ。ダナにもあなたみたいな人がいるんですね。確かに僕には課題があるみたいです。それを解決して僕立派な親分になってみせますよ。そうしたらあなたを正式に子分にしてあげます。あ、親分じゃなくて総帥、総帥です。じゃあひとまずはファガン遺跡に帰ります。また一人で勝手に。何、また危なくなったら俺が助けてやるぜ。あの子、ローと話して明らかに目の輝きが増したわ。あなたって意外と人への助言が的確よね。意外は余計だろ。けどまあ、あいつの役に立てたんなら俺も嬉しいけどな。ローのおかげであの子の問題は解決できたみたいね。ああ。君たちも悩みがあるのなら、今後はぜひとも相談してくれてない。ではこれまでにかかった旅費の算出を手伝ってくれ。記録しておきたいんだが細かな計算が多いんだ。そういう面倒くさそうなのはちょっとね。頼りになるんだかならないんだか、ふるる。見覚えのある景色は安心するな。ローは最近紅のカラスでどんな活動をしてるんだ？まあいろいろやってるぜ。ズーグル退治に物資の運搬、必要なことは何でもさ。大体は力仕事だけど、町の外に抜け出した子供を助けに行ったりもしたな。頼りにされているんだな。どうかな。ま、子供には懐かれてるぜ。
あとは商人の護衛なんかもしたっけ。町や国をまたいで商売をする人も増えたものね。そうそう、こないだも行商してるっていう女の人に護衛頼まれちまってさ。牢のことだからどうせデレデレしてたんでしょ。デレデレなんかしねえよ、仕事なんだぜ。真面目にきっちり送り届けたっての。まあいつもより気合は入ってたかもな。なんせ終わったら特別なお礼くれるっていうからさ。お礼って何？それもらったの？ああ甘いお礼をたっぷりな。何よそれ、どこが真面目なの、最低だよ。あ、何怒ってんだよ。別にもらってもいいだろう、リンゴぐらい。え、リンゴ？ああ、食い切れねえから子供たちにも分けてやったんだ。みんな喜んでたぜ。おお、なんなの、思わせぶりな話して。知らない。え、おい、なんだよ。わけわかんねえ。今の言い方はまあ勘違いしても仕方ないと思うぞ。本を探してきたぞドク。薬草について詳しく書かれているらしい。おお、これはいい。図説も多くて助かるな。育てられる薬草が一気に増えそうだ。よかった、探してきた甲斐があったわ。何かわからないことがあったらビスキントの宮殿まで連絡をくれれば返事するとのことだ。そいつは心強い。何から何まで手間をかけさせたな。自分は英雄じゃないって宣言したのに、英雄扱いされていた頃より忙しいんじゃないかしら。そうかもな。まあそのおかげで毒の薬草園が成功して大勢の人が助かるならよかったじゃないか。それもそうね。あんたならもう分かってると思うが、こいつはこういう男なのさ。まあ諦めてやってくれ。ええ、とっくに諦めているわ。それもアルフェンらしさだものね。なんか照れるな。もういいから、預けたものをもらっていきましょう。ああ、持っていけ。またいつでも戻ってこいよ。あのご老人の軽眼ぶりには恐れ入るな。ああ、俺もドクに会うたびにすごいなと思うよ。頼れる人なのは前から知っていたが、ああやって人々のために先を見据えて行動できるのは本当に立派だと思う。同感ね。でも人のために行動できるのはあなたも同じよ。胸を張っていいと思うわ。ありがとう、シオン。もしいつかドクが司書さんと会うことがあったらびっくりしちゃうかもね。確かに少々独特な人物だからな。もしかすると案外気が合うかもしれないぜ。うん、知識への情熱は似ているのだろうか。互いに有意義な時を過ごせそうにも思えるな。ともあれ、王と巫女の服が手元に戻ってきてよかったな。ええ、また着たい時にはいつでも着られるわ。結構苦労したんだし、毎日着まくって苦労の元を取らねえとな。大事なのは着たい時に着たい服を着られる自由よ。着なきゃいけないなんて気持ちじゃ楽しめないわ。そうだな、何かのためじゃなく着たいから着る、それがいいんだ。服のことで意見が合うなんて珍しいわね。あなたもおしゃれが分かってきたかしら。身近にいい先生がいたからな。うん、仲がおよろしいことで。
旅の記憶に思い馳せれば、君は実に大勢の市井の人々を助けてきたな、アルフェ。英雄っていうか、便利屋さん？そっちの方が俺らしい呼ばれ方かもな。王とか英雄じゃなく、便利屋アルフェンか。いや、やっぱそりゃダッセーと思う。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。ありがとう。よし、どうかしら。おお、え、わかったわ。
驚いたな。グラニードーナツがシスロディアにも広まっているなんて。もう立派なカラグリアの名産品って感じだね。それにシスロディアでも美味しく食べられるドーナツが完成すれば、私も楽しみが増えるわ。それは喜ばしいことなのかもしれないが、今から財布の中身が心配になってしまうが。キサラ、いつも苦労をかけてすまない。